お菓子、ゲーム、お菓子、ゴロゴロ。ムフフ、このローテーションで過ごす休みの日は最高だな。今日はスマホゲームの周回イベントの最終日だから、ランキング上位になるために頑張らないと。たぬきさん、この散らかった部屋は何なのかしら。ぎっくり。いや、これは休みの日を満喫するために用意した本日限りの特別セットで、毎日が休みの日みたいな感じなのに、よくそんなことが言えるわね。これは、キツネさんの説教タイムが始まってしまうよな。なんとかして回避しないと、貴重な周回時間だ。早く掃除してきれいにしなさい。早く掃除してきれいにしなさい。それから、お風呂掃除とゴミ捨てと。それから、お風呂掃除とゴミ捨てと。それが終わったら、晩ご飯の買い出しと。それが終わったら、晩ご飯の買い出しと。なんで私の言葉をオウム返ししているのかしらね。はいひははひほほほはほ。全然時間稼ぎできそうにないぞこれ。は。オウムとか鳥って、どうして人間の言葉を真似するの？あら、それはいい質問ね。人から言われたことを、そっくりそのまま返すことをオウム返しというと、辞書にも載ってるし。ペットショップでこんにちはとか、挨拶してくれる鳥を見かけることも多いわね。犬とか猫は喋らないのに、鳥さんはすごくおしゃべりだよね。長年人間に飼われている犬や猫が、人間の言葉を話さないのに、なぜ鳥だけ真似ができるのか。それは、喉の作りが大きく関係してるわ。というと？鳥の中でも、人間の声真似ができる鳥は、インコやオウムなど一部の鳥に限られているんだけど、それらの声真似ができる鳥は、喉に、鳴管という音を発生する器官を持っていて、この管が2本あって、他の生き物では出せない複雑な音を再現することができるのよ。そんな秘密があったんだ。ってことは、自由に鳥さんと会話することもできたりして。それができたら幸せなんだけど、鳥たちは、人間の言葉を理解していないのよ。え、こんなに上手に喋るのに？鳥たちというのは、常に、鳴き声でコミュニケーションをとる生き物。空を飛んでいてもどこに向かうか、どうしたいか、メスに対してのアピールなどなど。どんな場面でも、鳴き声を使って、相手に、自分の気持ちを伝えようとする習性があって。小さい頃の鳴き声は下手っぴなんだけど、親鳥から学びながら少しずつ上手くなるのよ。それが、ペットの場合はどうなるかというと、親鳥の代わりになるのが人語を話す飼い主で、小鳥は飼い主の言葉を真似してコミュニケーションを取ろうと一生懸命覚えてくれているのよ。え？何それかわいい。どんな鳥でもコミュニケーションに鳴き声を使うことから頑張って人語を真似ようとするけど、鳥の種類によっては鳴管の発達具合や舌の大きさなどが理由でうまく真似することができないようね。喋れる鳥は体の作りが特別なんだな。ただ、人間の真似ができるから会話できるかは別問題ね。オウム返しをする鳥というのは、人間の発する言葉を言葉と理解しておらず、ただの鳴き声と認識しているから、具体的な意味は理解できてなくて。人間は、こんにちはと挨拶して、こんにちはと返してくれたら、コミュニケーションが成立したと思い込んでるだけなのよ。言葉はさすがに理解してくれないのか。ただ、鳥が人間の言葉をどこまで理解しているのかというのはまだまだ議論されている部分で、ペットのインコの動画でも人間の言葉を聞いて別の言葉を返す子もいることから、本当に全く理解していないということはないと思うし、鳥に限らず他のペットたちも人間の声や表情から感情や意味を読み取ろうとしているし、犬もご飯とか散歩とか単語を聞くと即座に尻尾を振って反応してるでしょ。ああ、あれは、間違いなく理解してるよね。だから、ペットたちも、人語を理解して会話してくれてると考える方が夢があるし、将来的に、動物とコミュニケーションを取る方法が発明されれば、とても素敵。ん？気づいたら外が真っ暗、いつの間にか夜になっちゃったわね。え、この時間ってことは。うわぁ！周回イベントがもう終わっちゃってるんですけど。あらあら。変な生き物チャンネル。
動物と人間同士みたいに会話できる日っていつか来るのかな。鳥じゃないけど犬の鳴き声を翻訳するバウリンガルっておもちゃが昔あったのを思い出したわね。それで某番組が狼の遠吠えは何と言ってるのか検証してたわ。なんて言ってたの？僕は何をしたらいいと切ない翻訳結果が出たわね。お、狼さん。それじゃあ今日も歩行の解説を始めていくわよ。歩行その1、実はカラスも喋れる。人間の声真似ができる鳥というのは、さっき紹介したインコやオウム以外にもキバタン、ヨウム、キュウカンチョウなどなど名冠を持っている鳥ならみんなできるわ。そして意外かもしれないけど、カラスも小さい頃から教えれば人間の声真似ができるのよね。様々な生き物の中でも賢いというイメージのあるカラスだけど、声真似をすることと賢さに直接的な関係はなく、声でコミュニケーションを取るかどうかが大きなポイントで、相手とコミュニケーションを取る習性があるなら、小さい頃から人間と接していればたくさんおしゃべりするわよ。あ、でも野生のカラスは鳥獣保護法で捕まえることを禁止されているから、たとえヒナでもペット目的で無許可で捕まえたりするのは絶対にやめましょうね。歩行その2、鳴き真似のギネス記録は？鳴き真似に関して最も多くの単語を覚えたギネス記録を持っているのはヨウムという鳥ね。ヨウムは体長30センチを超える大型のインコで、50から100年まで生きるという長寿の鳥で、その知性の高さは5歳児並みと例えられるほどで、現在も知能の高さが研究されており、ギネス記録を持つプルードルは世界最多の800単語を喋る鳥として記録されているわね。ヨウムの中でも最も有名なのはアレックスで、この子は100単語しか喋らなかったんだけど、リンゴはどれと聞くとリンゴをつつき、赤いリンゴを取ってと言うと赤いリンゴを取る。他にも物体の形状、例えば三角、四角、六角形まで理解し、木やウールなど物の材質も理解していたわ。鳥は鳴き声でオウム返しができるだけじゃない潜在能力がまだまだあるのかもしれないわね。歩行その3、海外で起きたヨウムの珍騒動。2020年10月、イギリスのとある動物園で飼育されている5羽のヨウムが一斉に口汚い言葉を連呼するようになり、動員スタッフは子供の前に出せないと判断し、裏で飼育することになったという珍騒動が起きてしまったんだけど、こうなった原因はその中で人間から汚い言葉を浴びせられて、それを覚えてしまい、別のヨウムたちにもそれが伝染して、人のヨウムたちも汚い言葉を使うようになり、最終的に5羽はお互いがお互いを罵倒するような単語でコミュニケーションを取るようになったわ。施設では彼らの一般公開をやめて別のオウムから適切な鳴き声を学ぶ治療を受けているけど、願わくばこうならないように鳥たちは言葉を理解できないかもしれないけど、おもちゃのような扱いはせず、綺麗な言葉を覚えさせて愛情を注いでほしいわね。今日の動画はここまでです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter もやってるのでそちらのフォローもぜひ。それではまた次の動画でお会いしましょう。